野崎貞澄野崎貞澄から1906年1月8日は日本の陸軍軍人家族最終階級は陸軍中将男爵薩摩藩士野崎定門の着難として生まれる母親戦争に従軍し明治維新後は御神兵として上京する明治4年9月3日陸軍少佐として一番大隊長に就任1873年4月 名古屋賃台第二、御用取扱い。1874年1月、この F 不第一連隊長として、佐賀の乱に出動した。その際、帝国陸軍最初の軍機廃止を境に良くしている。1878年9月、仙台賃台参謀長、同年11月、不評大佐、翌月、熊本賃台参謀長、1881年1月には、 中部官軍部参謀に就任した。1882年2月、陸軍少将に進級して、広島鎮大司令官に就任。1885年5月、不評第12旅団長、ついで不評第2旅団長へ移動。1887年5月24日、軍港により、男爵位を授けられて、家族となった。1889年8月、 商工学校館。1890年6月、陸軍中将に進み、第六師団長に親保された。1892年12月に休職。1894年8月、留守コノエ師団長として復帰し、留守第一師団長に転じ。1895年6月に休職。1900年6月、予備役に編入された。 1903年12月1日、交美役となる。母書は、青山霊園1位13から18。孫に作曲家の岩井直弘がいる。ありがとうございます。